み役の水野亜美です。なんかこの作品に参加して本当にいろんなことを経験させてもらって、ダンスと歌とそれからモーションキャプチャーとで歌いながら踊ったりとか、まあ、スーツ着てお芝居しながら声も収録してたりとか、動きも私が見られるんじゃなくてそのキャラクターが私の動きを真似してるというか、まあ、連動してるというか、私自身がそのキャラクターになるっていう感じで、本当に全部が初めてなことだらけですごく楽しかったんですけど、なんか同時に私の苦手なところとか弱点とかもこの作品に参加してこう見つけるきっかけになった作品だなって私にとって思っていて、そういう風に壁にぶつかることがたくさん何度も何度もあったんですけど、でも他のメンバーのみんなとかスタッフの皆さんとか本当にいろんな方に支えていただいて、そういう壁をこう乗り越えていく力を今回手に入れることができました。やったー、すごいよかったです、ありがとうございましたなんかすごいいろんなところにみんなのいろんな思いが詰まった作品なので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました、バイバーイあなたのロゴスに慈しみ、アイドールズです。シェアハウスで暮らす私たち4人は急なライブが決まって大騒ぎ。じゃあいつもこれは空席祭りなアイドルがライブハウスを満席にするために奮闘する10日間の熱くてゆるい物語。新番組アイドールズ1月8日金曜夜11時放送スタート。